生1番バッター清田を迎えています。初球から打っていきました。深澤さん、はい、ライオンサイドなんですが横田ピッチングコーチ、もこのところの菊池本当に安定感があるんだという話をしましたね、あの 3-2 までは行くんだけれども、はい、ただそこから簡単にフォアボールを出さない、そこが安定感につながっているという話ですね、はい、対マリーンズ打線に関して言うとしつこいんだということで追い込んでからが勝負になるだろうという話です。それと横田ピッチングコーチの話をライオンサイド熊谷リーチアナウンサーに伝えてもらいました。ただここは早く追い込みました、はい、150連発してるんで、今日もいいんじゃないですか、はい、前回対戦しましたのが、まあ、対マリーンズは4月28日、まあ、今シーズンの初登板がマリーンズ相手だったんですね、うん、まあ、その時に7回3分の1を投げまして、まあ、3失点で負け投手となったんですけれども、この清田と井口にホームランが打ったという試合でした、うん、インコースを攻めていきました。まあ、でもその時とはだいぶ変わってると思うので、菊池投手も、はい、そこから状態をぐっと上げてきたこの菊池雄星です、はい、清田もただ追い込まれてから食らいついてきます。深澤さん、はい、対するマリンサイドこの清田なんですけれども、菊池雄星に関してはとにかくボールが荒れてくるので、ボール球は絶対に振らないように入っていきたいと、打つべきボールは3球に1球ぐらい来ればいいと思って打席に入りますという話をしてましたね、そしてまあ変化球に頭取られると振り遅れるので、とにかく今日はまっすぐ対応ですということでした。ボール球には手を出さないようにという話はあったんですけども、それでもやはり手を出さざるを得ないというところに先ほどから投げ込んできています。高めのね、球が力ある、これ、右バッター振っちゃうんですよね、いわゆる釣り球というところになりますね、はい、空振り三振、ですよ、ね、いきなり今日のマックス153キロで三振を取りました。あれが、ね、振っちゃうんですよ。そうなんですね、はい、あそこから左ピッチャーの場合は変化球があるんで、どうしてもね、手が出ちゃったっていう感じになっちゃうんですよ。